おはようございます、神山さん。おはよう、クラリス。おはようございます、神山さん。よう、おはよう、隊長さん。今日も頑張ろうぜ。ああ、おはよう、さくら、あつほ。それじゃ、神山くん、今日もよろしくね。はっ。おはよう、キャプテン。おはよう、アナスタシア。そういえば、アザミを見ていないな。調子はどうや？それを買うてくれるんか？毎度あり。また来てや。夏を紡ぐ者たちよ、私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。さくら、今演じた通りにやってみて。わかりました。でももっと
演技に感情を込めた方が良くないですか？それじゃあ感情を込めすぎなの。こう言ったらわかるかしら。あなたが剣を振るう時のことを思い出して。常に力むのではなく、切る瞬間に力を爆発させるでしょ。演技もそれと同じ。ただ漫然と感情を込めてもダメ。ここぞという一番の見せ場で感情を爆発させるのよ。剣と同じ、そういうことなんだ。わかりました、やってみます。草よ、風よ、光よ、夏を彩る者たちよ、私の歌を聴いて、夏を彩る妖精のこの歌を。あのダメでしたか？いえ悪くはないわね。いいんじゃないかしら。旧大典よ。本当ですか？ありがとうございます。アナスタシアさんのご指導のおかげです。私の指導？違うわ、あなたの実力よ。たった一度の指導でここまで変わるなんて。あのアナスタシアさん、今のは演技の初歩の初歩できて当然。これぐらいで安心されたら困るわよ。分かっています。ご指導ありがとうございました。練習の成果を聞くつもりだったけど、あの様子だと聞くまでもなさそうだ。アナスタシアの指導のおかげでさくらの実力が開花し始めたのかもしれないな。
あなたはプレジデント G と一緒にいた。ミスター愛と呼びたまえ。帝国歌劇団花組隊長神山清十郎。はあ、そのミスター愛さんが何の用ですか。プレジデント G の使いで来たのだよ。ある人物の身柄を拘束する任務を受けてね。身柄を拘束って一体誰を。望月あざみだ。あざみを。なぜ、どうしてなんですか。これを見ろ。これはあざみ。この仮面の男は誰だ。わからないのか。いや、分かっていてとぼけているのかな。どういうことですか。歌劇団大戦の開幕式を襲った甲馬夜叉は特徴的な仮面を身につけていた。時を同じくして発見されたこの奇妙な仮面の男、無関係だと思うか。それはつまり、その不審な男と密会を続ける望月あざみは甲馬のスパイと考えられるのだよ。そんなことは絶対にありません。アザミは俺たちの仲間です。すぐにでも拘束したいところだが、まあいい、まだ調査の途中だ。それでは私はミズ S のところへ行くよ。また会おう。アザミがコーマと会ってる。そんなバカな。クラリス、ちょっといいかな。さっきノートを拾ったんだけど、クラリスのものみたいだったから届けに来たんだ。見ましたか。ん？何をだい。とぼけないでください。ノートの中身です。見たんですか。ああ。俺が打天使、闇夜の住人なのだ。ここへと導く彼岸の道しるべなのだ。ちょっと待ってください。神山さん、いきなり何を。このノートの内容が気に入ったんだよ。だから自分でも考えられないかなと思ってね。お願いですから、もうノートのことは忘れてください。あのノートは思いついたことをただ書き綴っただけなんです。脚本の卵というか、まだ意味は全くないので
誰かに見せるようなものじゃないんです。脚本の卵か。なんだか貴重なものを見た気がするよ。もう言わないでください。お願いですから忘れてください。じゃないと。悪かったよ、忘れた。もう全然覚えてない。もう二度と言わないから許してくれよ。アザミ、一体どこへ行ってたんだ。探したよ。里の掟12条、任務を悟られてはならない。だから言えない。掟なのはわかるけど、どこで何をしてたか教えてくれないかな。掟は大事。忍者は掟を守らないといけない。だったら勝負だ。俺が勝ったら教えてもらうぞ。これは引けない戦い。隊長が相手でもアザミは負けない。待った待った、冗談だよ。そこまで言いたくないのなら諦めるよ。だけどアザミ、一つだけ隊長からお願いだ。何？言える範囲だけでいい。何か不安があるときはあらかじめ教えてほしい。そうじゃないと君を守れなくなる。わかった。言えることは報告する。ありがとう。なあ、支配人室に用があるなら今はやめておいた方がいい。これは隊長命令だ。命令。わかった、後にする。いい子だ。
神山清十郎、参りました。入りたまえ。やっと来たか。遅いぞ、神山清十郎。ちょうど今、ミズ S にスパイのことを伝えたところだ。アザミはスパイではありません。それを証明できるのか。できるのなら証拠を出してみろ。それはそれではミズ S、 私は失礼する。私の言葉をプレジデント G の言葉だと思ってしっかり遂行してくれたまえ。困ったことになったわね。支配人、アザミはスパイではありません。どうしてそう思うのかしら。例の写真は何をしているかまではわからない。スパイである証拠もありません。ミスターアイはそう思っていないわ。アザミが会っていた仮面の人物、あのヤシャとの関連を疑っているみたい。仮面をかぶったらコーマの仲間ですか。勘違いしないで。私もアザミがスパイだなんて思っていませんわ。でもそれを納得させるだけのものが必要なの。証拠はこれから探します。アザミがスパイでないと必ず証明してみせます。頼んだわよ。はっ。アザミはやっぱりいないか。一体どこに行ったんだろう。キャプテン。ああ、アナスタシアか。珍しく浮かない顔をしているわね。どうかしたの。いや、ちょっとアザミを探してるんだけど、どこに行ったか知らないかな。アザミならさっき外へ出て行ったわよ。外へ、まさか。アザミがどうかしたの。いや、なんでもないんだ。ありがとう。そう、それじゃあ私は行くわね。スパイ疑惑を信じるわけじゃないが、仮面の男が何者なのか確かに気になる。よし、まずはアザミを探して話を聞いてみるか。